室町千葉銀三井ビルディングは東京都中央区日本橋室町に所在する超高層ビルである。三井不動産が官民地元と一体で進めた室町東地区開発計画の第2期として建設された。商業区画はカーリード室町さんの名称が付されている。第57回 b c s 賞平成28年度土地活用モデル大賞 第14回照明デザイン賞を受賞。中央通りと江戸桜通りに面した敷地に所在する、高層部に賃貸オフィス、低層部に、物販中心の商業施設とともに、各種イベント利用を想定したホールなどを配置した地下4階、地上17階からなる複合ビルである。地下鉄銀座線、三越前駅及び、JR 総武本線、新日本橋駅に直結している。 地下1階から地上4階部分がカーリード室町んとなり、メインエントランスは日本橋三越本店に対面する中央通りに設け、地下1階には地下鉄銀座線3越前駅のコンコースから直接アプローチできるエントランスも配置した。再開発で整備されたカーリード室町1.23を結ぶ江戸桜通り地下歩道はイベントスペースとして使われるほか。 災害時には、帰宅困難者の一時滞在施設として開放される。1階に、千葉銀行東京営業部、4階にアートギャラリーである、千葉銀、ひまわりギャラリーがあり、千葉銀は、移転を機に、主に都内の上場企業との取引を強化する、方針を打ち出している。3階には、各種イベント利用を想定した和の三井ホールとなる、ことを機とした、柱区定。 過去案を設けたほか、飲食、物販、サービスなど36店が営業し、中通り沿いには路面店も配置している。5階以上がオフィスフロアで、オフィスエントランスは商業エントランスとは面を違え、江戸桜通りに幅約12メートル、高さ約15メートルの門構えとしてしつらえ、地下一階エントランスは地下鉄銀座線3越前駅のコンコースから、 地下歩道を介してアプローチすることが可能となっている。基準会は約312坪の中央通り及び江戸桜通りに面する L 字型の執務スペースを確保し最大に分割まで可能としたカーリード室町さんに関するカテゴリー。ありがとうございます。